こんにちは。出会い場就活チャンネルの清水です。今日はですね、当てはまったら今すぐ帰ろう。 人事が見飽きたあるあるの死亡動機ということでですね、死亡動機に着目した動画です。これからですね、本選考が本格すると死亡動機を書かなきゃいけません。そして死亡動機も聞かれます。死亡動機を重要視する企業は多い。ザ・日本の企業は死亡動機重要です。学知科や自己 PR と違って死亡動機は各社のことの情報を交えながらいかなきゃいけないから一番悩むポイントなんですよね。人事が聞き換えた死亡動機ではなくて、おー、なるほどね。この本当に入りたがってるな。というようなものをやっぱり書く必要があります。 さあ、我々出会えばカンパニーはですね、皆さんにこういう形で支援してます。いよいよ年も明けてきました。年も明けてきたらですね、皆さんはですね、いろんな会社に会わなきゃいけない。で、我々ですね、本選考とかでも、ね、グループディスカッションを採用している企業は5割ぐらいあります。 グループディスカッションの対策そしてフィードバックも9億も,もらえて参加した学生さんの相対評価も分かっていろんな企業からあなたがどこがいいからスカウトもかかって早期選考に乗れますぜひこの機会に応募くださいさあ本題企業は何で志望動機を重視するんでしょう2つあります会社に合う人間かどうかを見定めたいんですそりゃそうだよね2つ目は本気度なんですあなた本当自分のに会社入りたいの 本当はさ、内定だけもらって逃げちゃうんじゃないのここの部分なんですね。だから重要なんです。では、あるある志望動機、まず一つ目、社会貢献をアピールしてます。うん。特に多いのはですね、人の役に立ちたいから御社に入りたいんです。社会に貢献したいんです。これどんな会社でも当てはまるよね。本当にそう思ってんのっていうふうに疑われてしまうんです。だからね、社会貢献したいってどうしてあなたは社会貢献したいの ね人の役に立つ仕事ってうちだったらなんで人の役に立てるのなぜそう思うのここのことがはっきりしてない学生さんはあこれ社会貢献って書いとけば受かると思ったんじゃないのっていうふうに浅く思われちゃいますあるある1番目そしてあるある2番目企業の魅力をアピールホームページで書いてある内容のオン社のすごいとこここでこでこでここですごいです業界ナンバーワン商品を知ってる使ってる B2C の企業を受ける人たちがよくやつ私も使ってるんですまあそれでね 企業の人は嫌な気持ちしません皆さんは消費者になるんだから無限には言わないし B2C の方はですね全員消費者になると思ってますからああそうなんだありがとうって言うけどだからすごいとは思ってくれません有名だから入社したいんですかっていう風に思われてしまうんですねですからその商品を知ってる使ってるってだから私は B2C の御社に入りたいなんていうのはそれだけで入るの有名だからでしょそれじゃいけないこれがあるある2つ目そして3つ目自分が欲しいものゲットしたいものばっかアピールする 成長でいると思ったんです学べると思ったんです研修が充実してるんです不利行生が充実してるですあなたテイクだけですかといいですかあなた会社に入ったら会社にどんな貢献するのかない志望動機はねなんですテイクだけの志望動機は相手にされませんあるある三つ目はテイクだけの志望動機そして四つ目花形の仕事をしたいんです企画職マーケティング私ねインターンもマーケティングやったから御社でマーケティングしたりたいにマーケティングしたいんです 花形だけではんじゃないんですよ会社は泥臭い仕事もしてんの花形につけなかったらどうするのゆくゆくは自分が力をつけたらそういう仕事もやってみたい程度でとどめてなかったら花形だからやりたいっていうのってマーケティングしたいっていう人はこの中にいっぱいあるんですよ自分の能力とは無関係にさああるある花形の仕事をアピールしすぎそして5つ目その会社ではなく業界の志望動機じゃないのそれってね我々は私は高校でこういうことしたいんですそれ業界だね そうじゃなくてなんでその業界の中でうちなんの本当に企業研究して理解しているの大手のね業界の売上順番で入ってんじゃないの業界地図かなんか見てって思われちゃうこれがあるある業界志望順位わかりました清水さんねじゃあどう書けばいいんですか基本はこうなんです志望の理由を書くきっかけを書く成し遂げたいこと貢献したいこと g をギブ何でもやります最初はこの熱意 このことの情報が必要なんです。きっかけ、個別のきっかけがあるほどいいんだよね。だってあなたならではのとこはここなんだよ。私がこうこうこういうことがあって、御社にこれに興味をたなるほどね。で、私はテイク、こうしたい。で、私は御社にこう貢献したい。テイクとギブが必要なんです。そして最初は何でもやります。この熱意。このことが志望動機の基本の5つと言われています。さあ、自己 PR や学知化と同じように探すくポイントになるんです。 かぶりやすい脂肪動機になっていないか確認してあなたしかかけれない脂肪動機を書きましょうさあこの動画が役に立ったら高評価ボタンお願いします皆さんから質問感想コメント欄でよろしくお願いします